少子化の原因は恋愛力の低さってこれさっき来たわ連絡あライブドアニュースやんお前,お前なんかツイッターやったで面倒くさいなと思って開かんないんやけど三重県人が恋愛力の低下によって少子化してるんじゃないかって騒いでんぞほんまかいな少子化の要因は恋愛力の低下 <laughs> 自民の三重県議が調査要望 VTuber を法律で禁止しちゃなあかんな24日に開かれた三重県議会 一般質問で県が2023年度当初予算案で少子化対策として挙げる結婚支援をめぐり自民会派の石田さんが、えー、結婚を望む人が少なくなった原因は恋愛力が落ちてきているからではないか恋愛力って何やろ結婚がしょうもないってみんな気づき始めてんねん今結婚したいと思ってるやつらは幸せよいいと思ってんねやでみんなし結婚に予定がないやつらしょうもないと思ってんの 意味ねえよなそんな人に巡り合わんもんで、えー、と子供を産むのにお金がかかるという理由で少子化が進んでいるのではない結婚の前に恋愛がタブー視されてきたことが問題ではないかと述べ恋愛がタブー視されてるんですか今県の少子化対策に恋愛力という視点を取り入れるよう提案した石田議員は一般質問の中で恋愛力が何を指すのか具体的に述べなかった えー、極めて個人的なこと,はかかことに関わるのでまずは恋愛力とは何かという認識を深める必要があると答弁過去の県民意識調査では結婚していない理由として自分に自信が持てない異性とうまく付き合えないなど恋愛力に関わる回答もある <laughs> 要は持てないってことやろ今後も広い視点で調査していくと述べた他高い派は 的外れな議論高い派の議員からは的外れな議論だとの声が出たまた恋愛を能力として測るなどということを考えてはますます生きづらい社会になってしまうと疑問を呈する声も上がっただったら恋愛を能力として測るなどという考えというか言うけどさだったら男も女もあの異性に対するなんかその条件を求めるとかあれはもう能力の一環やろ能力求めちゃってるやろ正直そこが間違いなんだよね